よーい。前回になるのかな、あの動画で杉の大木を伐採する動画があるんだけど、出したんだけどね、この後ろのこの大木、これどうやって運び出すのか聞いたら、その日のうちに、伐採した日のうちに運び出すんだって。だからなんかそれもすごい貴重な、あのカメラに画像になるかなと思って、今またカメラ回して見てるんだけど、これね、どう運ぶんですかって聞いたら、あのチョークのところがあるでしょ、あの白いチョークのところ、そこで切って、で少しずつ運び出すんだって。じゃあどれだけ取れるかわからないけれども、ちょっと取り続けてみる。じゃあ行ってきます。この木がね、枝落としてるんだね。で、先の方さ、枝落として、でもうないんだけど、それさっきね、ユンボでね運んでったの。ものすごい迫力で、それも取ればよかったんだけど、この木をね切って、土台はもうできてるから、この枝で。運び出すための傷をつけないための準備してるね。木の下に丸太を敷いて。おお、バシ打った。おお、ここだよな、広いよ、広く、うん、どちらも明治30年、うんうん、前後に植林されたから、うん、自然に慣れしたくの木ですね。
うわ。これまで回っちゃったな。ここに回っちゃう。これも効いてる。はい。これも効いてる。ああ、効いたの？いやいや、あれあれや。枝が。あ、ユンボが戻ってきた。効いてんなら。ユンボが戻ってきたよ、きっと。ガタガタ言い始めたもん。メロンを待てな。こっからさ、パーン。切ってみて。あれするだけで持って。切ってみる。そうしたと切ろうか。全部切ったんじゃない。いや、いい。まさにカレーだ。ユンボが戻ってきたよ、ユンボが。すごいね、ユンボ。かっこいいね、ユンボも。そうか、動いたらもし途中でカットした時にゴロゴロゴロって転がっちゃう可能性があるんだ。だから固定させなくちゃいけないんだね。ユンボはこんなお仕事してます。土台作ってくれてます。枝を押し出してる。うわー、慣れてるね、やっぱり。しばらくユンボの作業をお楽しみください。滑ってよ。いや、終わろう。
そこに落とし込もうか。うん、できないし、ちょっと落とし込もうだもん、言うてやっちゃう。ちょっと落とされるんだろ、落とし込もう。落とし込んけ。うん。落とし込む？俺は金を引くぞ。はーい。こっちに来るよ。そんな拾うよ。動かす。すげえ。すごい。カットするそうです。動かないんだって。いや、もうあそこをリカブリして取っちゃう。リカブリだ。これ出してもらおう。動けない。出してもらおう。これを切る。切るよ。タバコかぶけ。斜め側のところで切るけ。いや、そこまで偉い人がなっとけいかん。いや、こちらもう真ん中、あれ浮かんもん。なんで？真ん中に寝かばち、あれ、ちょっと浮かんじゃん。それでここ行って取ろうよ。ちょうど今枝あるけ、そこが押さえになっとうけ。切られるんか？切られる、切られるけ。ちょうどいいとこから切れるんだ。うん、斜めたとこで切る。ちょっと待って。
まだまだ、あ、もういい、そうそうそう、暴れよう。持ち上げてるの、この木の根。危ない危ない、危ないよ、転ぶ転ぶ。おお、持ってった、ユンボが引っ張って持ってった。はいよ、大きい方だ。
もうか。あ、これ切ってもうか。お、切らんでみて。切らんでみんかばって、つっとかんと。いや、転びそうや。そこ、当たっとるけが。いやいや、ここ。ここか切ったら。あ、いやいやいや、今枝、枝。あ、枝取らんの。あ、なんか、枝は大丈夫だったな。ちょっと、あれしてみな。危ねえよな。あれ、すっとけ、自分で。どれよ。そうで、ビンビン。まあ、これに。今死んだよ。ちょっとあれか。まあ、そちらで今かな。あ、入ったじゃん。ちょっと叩いてくれんねんわ。うん。はいはい。聞いてくれたら。これはもう下がらなかったよ。あ、またユンボが来た。ユンボが来たよ。戻ってきた、戻ってきた。つってもいいね。そこはね、片付けに入られんば、うん、多分あの木の粉が口の中に入るんだよね。戻ってきました。すごい迫力が、おお、ミシ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 言ってる。おお、パワーだね。お、私ちょっと邪魔かな。待機します。あ、山側にこの枝を寄せてるんだね。
そこの切り株で取ってたの、さっきまで。かっこいいよ。おお。わお。木の根っこが。やった、追いやったよ。いや、もうそのまま切ろう。そのまま切る。ちょっとずっと止めたいじゃなくて。来ました、来ました。ド迫力。画面に収まらない。そこに引っ掛けて浮かして、すごいよ。もう。すごい。この絵面白くない？めっちゃ面白いんやけど、これ。
めちゃめちゃ面白いよ。あとこんだけ残ってんだけど。ちょっとずるいじゃんな。この後どうするんだろう。ここみんなずらしてもらずらしてろ。ずらす？あ、落とすってこと？落とすってこと？こっちに。下に落としてカットして、動かしますよ。しょうがない。物持ちさん、いい時。はい。動いてね。はい。ありがとうございます。あるけど通ります。はい。いや、このね、カットするのがすっごい面白くて、迫力もあって。条件が良かったらまっすぐなっちゃってね。これ、木を一旦、下に下ろすんですか？はい、もう俺だめに切られる。今度はこの中ぐらりの状況であれしたら割れるんですよ。はいはいはい。割れたら何の価値もなくなるんで。割れるね。止めたんだったらどうするの？足を立ててまま。今見たよ。帰ってもいいって言われてるんだけどね。面白いから帰らない。輪切りのシーンが何枚か撮れるの？ん？輪切りのシーン？今度はもうこれ下に下ろしたら、うん、輪切りするけど。へー、これも4メーターの長さで切るんですか？はいはい、さっきの先端までちょうど29メーター。へえ。あ、やっぱ30メーターあったんだ。あの、折れとったところでね。うんうん。あ、折れ、あ、へえ。あ、ユンボが来た。来た来た。おっぱいみたいにね、ほうれん草を飲んだからね、うん、力出て、これ引っかかりそこまで。だろうな、そうやったらね。ほうれん草でそこまでできる？ああ、どうやって。ねえ。ポパイはほうれん草を飲んだら強くなって。強なる。懐かしい、ポパイ。室町さんの時代はもうポパイは。映ったな。アンパンマンじゃないですよ。アンパンマンね。
買いましょう。かっこいい。2トン500円ってな。製材所が。4メーターもんで。あ、2トン500円。あ、でっちゃう。でかー。20で計算してあれして。こんな木積んでるとこ見たことないよ。見せます。こんな大きい木トラックに乗せて積んでるの見たことないもん。うん、これよりでしょ。来た4トンに2本しか積めんと。来た、ガタガタ言ってきた。え、武器？なんすかそれ？ヒノキの枝が残ってたの。見たけ。これなんか武器でもらった。ヒノキらしい。さあ、ユンボが来ましたよ。ユンボ入場です。じゃーん。おー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 。風がすごい。おー、軽々。うん、おー、何頼りになるユンボ。乗せた。
わバシバシ言ってる。来た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 。おー、今度こっち山手に乗せていく。面白いね、この作業。見てるだけで面白い。迫力がすごい。って言った。だいぶ綺麗になったよ、この道。細かい枝を山側に寄せて。
また引っ掛けた。引っ掛けて。おお。ユンボが、ユンボがジャンプしたよ、ユンボが。今からカットする。こんな風に運び出すの？うわー、後ろ向いたまま。あるよ。おや、ごめんね。
来た、ユンボが戻ってきた。ユンボが戻ってきたよ。それ何の意味ですか？あ、3本目ってこと？3本目、ミタマメ。これは F の木。 F の木？ FF。 どういう意味？ ABCDE まである。うん、すでに番号振ったやつだ。え、あー、そうなんですね。あ、F の木ね。じゃあ6本目なんだ。6本目っていうか、でかいのだけです。あの、あれつけて。来た来た。それではユンボさんの入場です。かっこいいね、ユンボ。どんどん太くなるね。やっぱ太いね。すごい絵だこれ。首が痛い？ああ、そういうことね。首が痛くなるんだ。戻ってきたよ。
ユンボが戻ってきました。最後の2本かな。かなり太くなってる根元の部分だからユンボで運ぶのも大変だよね。すごい力持ちいいユンボ。あの山のさ、あの辺りにあるカゴあるでしょ、あれテボって言うんだけど、さっきねアビルさんが教えてくれてね、よいしょ、このテボの材料、よいしょ、これね、聞こえるかな、ツルっていうの、これツル、結構しなりがあるの、でツルがあのテボの材料なんだって。このテボさ、もう今全然作る人いないから。かわいいよね、あのテボ。テボ欲しいな。テボって今誰も作ってないですよね。何を？テボ、それ、カゴ。ね。かわいいのに。DJI がちょっと作るよりやね。へえ。興味があるなら紹介しますよ。はい。マイテボが欲しいです。マイテボならちょうど、直径20センチぐらい。はい。まあ、このくらいの。はい。コテボっていうサイズで。ええ。あれしたら。へえ。まあ、それとかカゴとかね。はあ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 。カゴとかね。テボがいいんですよね、その深い感じの、それそれかっこいい、かっこいい、似合う、カラってみて、カラってみて、まあ細い長テボにとあってね、へえ、森木がその長テボが出てきて、へえ、2,3 年前下のおばあちゃんが我が顔を取るとあまりもう寄れるようになっておけ、またそれはもうというのを私もちょっと、まあ、女性がやるよやるよって、テボもらったんですか、すごっ、いいな、嬉しかったね、それ嬉しいですよね、テボかわいいもん、そうそうそう、博多に行くときはもう下着に何もテボにも全部持っていこうかな、テボに入れて持ってく何でも入るもんね、津島の万能小物、テボ、冗談のけてあれするなら、ん、あのそのいられるなら、他校内見が、あ、そうですか、うん、紹介するよ、はい、ぜひ紹介してください、やった、親戚や、
本当ですか？やったー、マイテボが入手できるかもしんない。自分の好みで作ってくれるけん。オーダーメイドのテボですか、うん、いや、それはすごい。5、6000円でくれると、うん、作ってくれると、うん、店にも卸しよったよ、前。そうですか。ザラゴのなんとかいう、あ、ダイレックス？ダイレックスのとこ？そう。へぇー。あ、そう、ザラゴって、アビルさん、なんでザラゴって言うかわかります？ザラゴはあそこ、アザメイがザラゴ。アザメイがザラゴでしょ？そのザラゴの由来、地名の由来。ザラゴの由来なのかな？わかんないですよね。すごい変わってる地名だなと思って、ザラゴ。アザメイをあれしたら、えらい変わったとこいっぱいあるよ。そうですよね。なんでそんな名前なんだろうっていうのがいっぱいある。同じような名前もあって。在家とかね。あ、在家ね。どこの集落もないか。うん、在家は、クルス？クルスって何？松屋にがつくと、あ、松屋に、杉屋にがつくと思うな。いいです、これは。これ山歩き用のあれなんで、カッコなんでいいです。今切り株に座ってるの、いいな、この感じ。あ、ちょっとテボの方で撮ってみようかな。今対馬弁はフランス語っぽいっていうね話をしてた。青森弁もね、そう、確かに、うんうん、フランス語っぽいよね。確かに。さあ、いい感じの画角が来ましたよ、これは。よし。2メーター厚みね。でかい、これは。山小屋がいいな、工場工期ってな。ん？ドアの、こういう工場。うん。曲がってきてる。はい。ドアノブね。はい。曲がってるところ。あ、そこからか。それ俺山小屋に作ろうかな。あ、いいかも。なんか、そういう人おったよ。なんか。前ぐらいにこう、あんまり別の目やばって。取って。木の根っこを取っ手にするっていう。そういうアイデアがある人はな、すぐに感動してね。さあ、ユンボさんの入場です。もうちょい前にした。ユンボさんの。こうかな。
ぱりすげえ太りが違うじゃんな、裏と表は。うん、確かに。どっちが日が当たって、こっちが日が、あ、上がね、日当たり。すごい。すごい力持ち。いた、最後の。できた。終了です、終了です。本日の作業は終了したそうです。はい、っていう感じで、山仕事のね、作業動画撮ってみたよ。あ、からってる、かわいい。あの手棒ね、巻い手棒がなかなか今入手できないんだけど、それをね作ってくれる人紹介してもらえるみたいで、めっちゃ嬉しい。大収穫でした、私にとっては。はーい、はーい。じゃあ私も一緒に帰ります。それじゃあまた対馬で会いましょう。じゃあのー、皆さんご視聴ありがとうございました。そしていつも対馬チャンネルを応援していただきましてありがとうございます。めでたくこのチャンネルも YouTube に認められまして、メンバーシップを始めることができるようになりました。いろんな特典をご用意して、参加していただいた方に恩返しができるような内容にしていけたらと思っておりますので、興味がある方はぜひ概要欄から説明動画を見ていただき、ご参加よろしくお願いいたします。最後にいつもチャンネルを見ていただいてありがとうございます。みんなの応援でこの対馬チャンネルの運営ができております。ありがとうございます。じゃあのー。